おはようございます。谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってない人です。僕にできることは誰にでもできるということで、今日の話はですね、最初のマウンテンバイク、最初の1台っていうのを、初心者目線で初心者に話していくという感じです。結構やってはる人は、ああそういう意見もあんのねみたいな感じか、あちょっと違うなとか思いながら見てください。よし、ということで、最初に結論から言うと、好きなもん買った方がいいってことですよね。本当に僕の話をすると、なんかトレックのマーリンセブンのあのオレンジと赤のこうグラデーションカラーみたいなのにもう一目惚れして、インスタでアキラさんっていう人が山の中でこうマーリンセブンと一緒に写真撮ってるのを上げてはって、それ見て、うわマーリンセブンやっぱかっこいいって思って、なんか、まあ、1ヶ月ぐらいこう記憶の片隅にあって、はあ疲れた、でなんか知らんけどこうその思いが徐々に膨らんでいって、まあ、急遽買うに至ったって感じですね。だからもうビビビってきたマウンテンバイクを買えばいいと思うんですよ、最初の1台は。あと値段ですよね。最初の1台はなんかトレイルバイクがいいよっていう最近話題になってますけど、それは分かるんですけど、分かるんですよね、けど高いんですよね。高いんですよ最初の1台で。その初心者こそフルサスを買った方がいいっていうのもめっちゃ僕も思います。ただハマるかハマらへんかがあるんですよ。その初めてマウンテンバイク乗るじゃないですか。で僕みたいにロードバイクからこうマウンテンバイクに来た人とかって、いやちょっと乗って思んなかったらどうしよう、合わへん、自分に合わへんかったらどうしようとか思ってしまうんで、どうしてもそこまでお金かける勇気が出ないんですよね。この気持ち分かりますかね。そのお金があって、まあ、いきなりね40万ぐらい50万とか、フルサスのエントリーで今30万ですからね、まあ、そこまでポンって出せるかというと、まあ、大体の人が、まあ、無理なんじゃないかなと、そこまで出せへんかなとは思います。だから最初の1台は僕からおすすめするのはもう気に入ったバイクで、もし僕がまた初心者に戻るならば、時間を巻き戻すならば、またトレックマーリンセブンを買っていると思います。ただ今のこのちょっと身についた知識で、もし時間を戻して最初の1台を買うならば、多分なんやろう、フルサスですね。フルサスのエントリーを買うかもしれないですね。かもう何買うやろうな、キャニオンかな。キャニオンのニューロンの新しいやつが26、7万なんで、それを買うと思います。はあ、まあ、けど自分がこう乗ってみないと分かんないですからね。そこに熱中するか熱中しひんか分かりませんから、そこにお金をねボーンと払うのは結構ね勇気がいりますね。ああどうやろうな、まあお金を、まあリセールバリューのいい
マウンテンバイクを買うっていうのもありっすね。なんやろな、リセールがいいやつって。まあ中古で買えばそんな損することはないでしょう。最初の1台中古でもいいんじゃないですかね。例えば中古で10万で買ったとして、合わへんかってもそのバイク10万で売れますからね。まあ9万ぐらいにちょっと価格落としてもいいかもしれないですけど、まあ1万円ぐらいでちょっと乗ってレンタルして体験したみたいな感じでもありでしょう。はぁ、しんど。あと飽きることやってあるし、そんな感じです。はぁ、もう皆さんいい最初の1台見つかったらいいですね。逆に今フルサス乗ってる人ってそれ1台目ですか？分からんけど、もう1台目でポンと、いいトレイルバイクとか買った人は、それに買ってハマったっていう人はラッキーですね。はあ、そんな感じです。とりあえず好きな自分の気に入ったものを買いましょうっていう話でした。当たり前のことを言いましたね。はぁ、これだ。それでは、皆さん良い最初の1台のマウンテンバイクライフを。はぁ、それでは、さようなら。